ザルツブルク祝祭大劇場、ザルツブルク祝祭大劇場、祝祭大劇場は、オーストリアのザルツブルクにある劇場。ザルツブルク音楽祭、ザルツブルク復活祭音楽祭などの主会場として、オペラ、コンサートの両方に使用される。なお発音はおよそ、ダグローフェストシュピールハウィザルツブル。祝祭大劇場は、 クレメンス・ホルツマイスターの設計により1960年に完成したザリスブルクの旧市街で大劇場を建築するための土地探しは難航したが結局メンヒスベルクの岩盤を5万5000メートルもくり抜いて建築されたステージの大きさは世界最大級で最大横32メートル高さ9メートルであり 舞台裏には横100メートル、奥行き25メートルの広大なスペースが確保されている。座席総数は2179席、立ち見席はない。座席は適度な段差により、すべての座席で視界が確保され、かつ、バランスのいい運境である。なお、2階席後方には天井を支えるための2本の柱があり、それにより、視界が一部遮られる、数十席は、 学生席として格安で提供される。同じく音楽祭の舞台となるモーツァルトのための劇場、ハウスフュア・モーツァルト、旧ザルツブルク祝祭小劇場、フェルゼンライトシューレットは隣接している。音楽祭以外の時期にもオペラやオーケストラコンサートが開催されている。ザルツブルク生まれの偉大な指揮者、ヘルベルト・フォンカライアンはここ、祝祭大劇場で数々の演奏を指揮した。 その功績を記念して、祝祭大劇場の西側の広場を、ヘルベルト・フォン・カヤン広場と命名した。この広場に面した、祝祭大劇場の2階には、カラヤンの部屋があり、ポルシェが泊まっている時にはカラヤンがいることが分かった。また、カラヤンの部屋が、祝祭大劇場の舞台に向かって、右側に位置したため、カラヤンだけは、祝祭大劇場の右側から登場した。 祝祭大劇場の特徴として、オペラとコンサートホールの両方に最適な会場ということが言える。一般には、オペラ専用、あるいはコンサート専用の会場が、当然のことながら、それぞれに高い値を受ける。しかしその両方に高い評価があることは、設計年代やホールの規模から考えると、驚異的でさえある。ちなみに、祝祭大劇場をモデルに大阪フェスティバルホールは、 建設されたが、現在の出演者、観客の評価は必ずしも高くはない。このことから祝祭大劇場の国際的評価の高さは、ハードとしての劇場とともに、ソフトである、そこで催される、音楽界の質、あるいは観客から、歴史までを含めた総合的なものと言える。なお、音楽祭のチケット等には、ふさわしい服装で、との注意書きがあるが、現実には、 観光客が大半であることもあり、現在ではそれほど厳しく考える必要はない。一階席でもスーツに、ネクタイ、女性であれば明るいスーツや、ワンピース、華やかなブラウスとスカート等で十分である。コンサートの場合はさらに制限は緩くなる。ただしスニーカー、ジーンズ、短パン、T シャツ、カジュアルなサンダル等はどんな公園であっても避けること。 ちなみに着物は清掃なので本来は適切な装いであるが実際には髪を揺い上げたり帯の分前方に乗り出す体制になるため後ろの観客に迷惑をかけることになる特に祝祭大劇場の座席は段差がそれほど大きくなく中央付近では前後の席が重なるので極力避けるべきであるとはいえ現在でもタキシード ロングドレスの客も多く見られ、音楽祭の開演1時間ほど前になると、正面玄関の道路を挟んで、反対側には音楽祭の観客のドレスを見るための観光客の山の人だかりができる。祝祭大劇場の起源は、ザルツブルク大司教の宮廷馬屋湖、宮廷主名部に遡る。現在の、モーツァルトのための劇場、旧、祝祭小劇場、フェルゼンライト州礼。 市民ホールも同様。旧廷馬屋子は1606年から1607年にかけて大誌教ボルフディートリヒホンライテナウの下で建造された。現在のヘルベルト・フォンカライアン広場にはシュメブの水替場も置かれていた。1662年に全体が拡張され、ビンターライト修礼、陶器場和学校が建てられた。その位置には、 現在のモーツァルトのための劇場がある。大司教ヨハン・エルンスト・フォントゥーンの時代にさらに拡張され、1693年から94年にかけて建築家ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハの家により、ゾンマーライト・シューレ、下記乗馬学校、現在のフェルゼンライト・シューレが建てられたほか、ヘルベルト・フォン・カラヤン広場に面する北側の正面玄関も設置された。 1803年、大司教統治の終了とともに、宮廷馬エアコの建造物は、騎兵隊兵舎と、宮廷締民兵舎として引き継がれた。ライト修礼、乗馬学校は1841年、帝王国騎兵隊乗馬ホールへと改築され、規模も、拡張、屋根付きとなった。1859年、上海の建増しが行われた。1860年代まで、騎兵隊が使用したほか、 砲兵隊も使用した。第一次世界大戦後には、オーストリア連邦軍が配置された。1924年に開設された、自然史、科学技術博物館、自然の家も、この場所に置かれたが、こちらは1959年、閉鎖された、ウルズリーネン修道院へ移転した。オーストリアの建築家、クレメンス・ホルツマイスターの設計により、音楽祭の第二の、 オペラハウス兼、コンサートホールの建設工事が実行された。場所は、当時の祝祭劇場、後の祝祭小劇場、現在のモーツァルトのための劇場の隣である。1956年から60年まで、メンヒスベルクの岩盤から5万5千、立方センチメートルの土が掘り出された。これは広大な舞台空間を確保するためであった。できた空間に、祝祭大劇場が建てられた。 祝祭大劇場のお年には、1960年7月26日、リヒャルト・シュトラウスのバラの騎士がヘルベルト・フォン・カラヤンの式で上演された。この上演には、ザルツブルク音楽祭に関わった三人の人物、リヒャルト・シュトラウス、フーゴー・フォン・ホフマン・スタール、マックス・ラインハルト、バラの騎士の世界初演に影の演出家として関わったの名誉を祝する意図が込められていた。 福祉大劇場では以下の作品が世界初演されている。ヘルベルト・フォン・カラヤン広場に面する北側正面の大理石製の玄関はバロック建築家ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハの作品である。設置費用は1683年のトルコ戦争第二次ウィーン包囲の戦利品で賄われた。ザルツブルク大司教国は第二次ウィーン包囲の際、 包囲解除の援軍として800人を送り、1688年には、ベオグラードの奪還へ、サボア公王遺言式の軍勢を送り込んでいた。玄関上部の二人の女性像は、ヨーロッパとアジアを象徴している。一角銃に座っていることは、後世の修復の際に明らかになった。構造上の特徴は、上部の最高に配慮している点で、水海馬の馬の頭部に陽光が当たるようになっていた。 甲府したアルガッセ、宮廷種目通りの位の正面玄関には、ベネディクト派神父、トーマス・ミシェルの次の言葉が、ラテン語で記されている。ミューズの神聖な家は、熱狂的な芸術愛好家に開かれている。芸術に熱狂した私たちを神の力で高みへと、高めてくれ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。